皆さんこんにちは。報徳学院学習部の宇野俊です。中学1年生の数学方程式の1回目です。今回は等式と不等式についてお話しします。前半では等式不等式の意味、後半では数量関係を等式や不等式で表す練習、これをやります。まず等式です。 A と B が等しいということを統合というのはイコールのことです。イコールを使って表した式、これを等式と言います。例えば A の3倍は B に15を加えたものと等しいと。 A の3倍というのは A×3、 つまり 3A ですね。そしてB に15を加える、つまり B+15 と等しいということで 3A=B+15 と、このような式ができますよね。このイコールを使った式、これが等式です。そして統合、このイコールの左側の式、これを左辺と言います。左という字に辺ですね。そして右側の式、こちらですね、これを右辺、このように読みます、ね、もう一度確認すると、この 3A というのは左辺、そして B+15、ね、イコールの右側の B+15、 これが右辺、ね、このように読みます。さあ次は不等式です。数量の大小関係、大きい小さいとか多い少ない、こういうことですね。これを不等号を使って表した式、これが不等式です。例えば A は B より大きいというとき、 A と B が書いてあったら A の方が大きいので A の方に開いた不等号、ね、これを書きます。これでA は B より大きいという意味です。2番、今度は A は B より小さい。 A と B が並んでいたら、今度は A の方に閉じたこちら側の不等号、これを書きます。これで A は B より小さいという意味です。3番、 A は B 以上。以上というのは A は B より大きいか、A と B は同じという意味ですよね。ですからまず A は B より大きいということで、一番上と同じ不等号を書いて、または A と B は同じという意味になるので、この下にイコール、これを書きます。ちょっとね、見にくいんですけど、こう書いてあります、ね、不等号の下にイコールがついてある、こういう形です。4番です。 A は B 以下、A は B より小さいか、または A と B は同じという意味ですね。ですから不等号はくの字になって、つまり A の方に閉じている不等号、または A と B は同じという意味も含んでいるので、このくの下にイコールをつけて、このように不等号を書きます。これで A は B 以下という意味になります。では数量関係を等式、不等式で表す練習、していきます。次の数量関係を等式または不等式で表しましょう、こういう問題です。1番、 A と B の和は20より小さいと。 A と B の和、和というのは足し算ですからね、A+B、 これは20より小さい、20をここに書いたら20より小さいということで、 A+B の方に閉じている不等号、ね、これを書けば出来上がりです。 A+B はこれで20より小さいという不等式が出来上がりました。2番です。1冊 A のノート3冊と1本 B への鉛筆5本の
大金、これは等しいとなっています。でノート3冊の大金、1冊 A 円ですから A×3 で表します。 A×3 は 3A ですね。そして1本 B 円の鉛筆5本ですから B×5 が鉛筆5本の代金、つまり 5B ですね。これが等しいというのでイコールで結んで 3A=5B、 これが関係を表している等式です。ちなみにこの代金だから普通だったら単位円を書くんですけれど、等式や不等式では単位は書きません。省略します。これも覚えておいてください。3番です。1本120円のお茶 X 本と1本150円のコーラ Y 本を買った代金、これは960円だったと、1本120円のお茶 X 本を買ったので、お茶全体の代金は 120×X で 120X と、それに1本150円のコーラを Y 本買ったので、コーラ全体の代金は 150Y と、ね、150×Y で 150Y、 この合計の代金は960円だったということで、イコール960と、120X プラス 150Y イコール960、これが3番の関係を表す等式ということになります。今回は等式と不等式についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。